エルベの誓いは、第二次世界大戦末期の1945年4月25日に、ナチスドイツを壊滅させるために闘争を続ける、連合国のアメリカ軍と、精進を続ける、ソ連赤軍が、ドイツ東部を流れるエルベ川の沿岸、ザクセン州トルガウで初めて出会った出来事を指す。これは、ベルリン陥落の1週間前であり、トルガウは、ドレスデンとマクデブルクのほぼ中間点にあり、終戦後は東ドイツに属した。1945年4月25日11時25分に、トルガウの南 20km の小村シュトレーラで、アメリカ陸軍第1軍第69歩兵師団、第273歩兵連隊、第2大隊 G 中隊の哨戒隊が、馬に乗った一人のソ連兵に出会い、西部と東部の戦線が初めてつながった。その後の午後4時に、トルガウで、同連隊第1大隊の情報将校のウィリアム・ D ・ロバートソン中尉の率いる、偵察隊が、ソ連軍第1ウクライナ方面軍第5親衛軍の狙撃兵連隊の一部と出会い、こちらがトルガウの出会い、またはエルベの誓いとして有名になった。この事件は、ソビエト連邦ではエルベ川の出会いと呼ばれ、また同名の映画が作られていて、アメリカ合衆国ではエルベデーとして記憶されていて、日本ではこのソ連映画の最後に、両軍代表が平和を誓い合うシーンから、通常、エルベの誓いと呼ばれている。しかし、第二次世界大戦で、連合軍同士で協力し、ヤルタ会談で合意し合った、アメリカ合衆国と、ソビエト社会主義共和国連邦の蜜月関係を象徴した、エルベの誓いであったが、この出会いの後に、米ソ首脳の思惑の違いから、結果的に、米ソ両軍協力の最後の象徴となり、次第に米ソ関係が悪化、冷戦の端緒になってしまった。ソビエト連邦の崩壊し、ロシア連邦となった後も、二国間関係は緊張と緩和を繰り返してきた。2020年の段階でも、両国の間に懸案となる問題が山積み状態ではあるが、2020年4月25日、ドナルド・トランプとウラジミール・プーチンは、エルベの誓いから75周年を祝す。共同声明を発表した。ありがとうございます。